Welcome to Weedy the Dream。私現在福島県の祖谷のかずら橋の方へやってまいりましたと、祖谷のかずら橋ね、徳島唯一と言っては徳島県民に申し訳ないですけれども、徳島で有名な観光地でございます。こういった渓谷がたくさんあるんですけれども、祖谷渓谷だけではなくて大ボケ小ボケと言われる渓谷の方もねあるんですけれども、先ほど大ボケの方をまず寄りまして、奇岩っていうんですかね、珍しい岩がたくさんあるところを見させてもらいましたと。水の色もなんか仁淀ブルーみたいな感じで、仁淀川に行く必要性なかったんじゃないかなと思うほどの渓谷美でございます。で、ただいまからかずら橋をちょっと見に行きましょうっていうお話です。はい、はい、では祖谷のかずら橋を渡りましょうというところで、祖谷のかずら橋ね、こういう木でできてるんですけど、で、大木に木をくくりつけてもう自然に任した感じの橋でございます。観光客の方も結構多くてもうめっちゃ怖がってます。じゃあ僕も行きましょう。ちなみに下はこんな感じです。落としたら終わりですけど、はい、落とさないように気をつけていきたいと思います。なるほどね、だいぶ怖い。はあ、待って。で、川渡るためのお金は550円でございましたと。これね、無理です。横のこれを持たないと。また入り口でこんな感じやのに。あか、怖い。これ持たな。ちょっと待って。これ景色楽しんでる余裕ないかも。絶対怖くない。余裕やと思ってたんですけど。めっちゃ怖い、やばっ、ちょっと待ってちょっと待って、これめっちゃ怖いんですけど、もう怖いしか言ってないですけど、本当に怖いんで、これ壊れたりせえへんよな、下下見たらあかんわ、下見たら揺らさんといて、よいしょ、ダメだダメだ、なんか命の危険とカメラを落としてしまいそうな危険、あー伝わらへんかもしれないですけども、下これですから、なる、え、めっちゃ怖い、どうしよう、大丈夫です、ありがとうございますちょっと待って、やばいよ、だってさ、見てこれもちぎれかけてるんですよ、これこんなんで、こんなんできる限り太い木を選んで、これ映えないの申し訳ない、ようやく真ん中来ました、震える、景色はでもめっちゃいい、こっちもこんな感じ、もうへっぴり腰ですけど、どうでしょう、これね本当に経験してみないとわからないですよ皆さん、こいつビビりすぎやと思ってるかもしれないですけど、全然ビビ、こんなもんですから多分みんな、はあ、もう終わる、もう終わる、というわけでかずら橋めちゃくちゃ怖かったです本当に、もう、はあ、今までの橋って結構鉄筋みたいな感じが多くて、まあ安心できるものなんですけれども、こちらの橋は全部切れてきてるんで、ポケット入れて歩いてる人もいてますけど、あの人はちょっとおかしい人ということで、普通の人はもうみんなしがみついて頑張って渡ります。お子さんたちも渡ってたんで、全然渡れるかなとは思いますけれども。で、なんかね、かずら橋のところに、歩いて100メーターのところに、琵琶岳っていう滝があるそうです。ちょっと滝好きの僕はそれを見に行こうかなと思います。はい。Now you adore me, adore me, go ahead now.
琵琶岳でございましたと。落差結構ありますよね。水量もちょっとあったらよかったなと思うんですけれども、こじんまりとした感じで、まあメインは桂橋なんでね、こちらのあたりの場所なんですけれども、桂橋などのある場所、なんか昔から平家のゆかりの地みたいな、まあ秘境の平家の屋敷みたいなのもあったりしたんですけれども、なんかそういうところであの下で琵琶を弾いてね楽しむというのが流行ったそうです。昔ね、おしゃれですよね。はい、よかった。まあ多分以上ですかね、この祖谷の桂橋。まあでもすごくいい恐怖の体験ができたんで、皆さんもぜひ、あんまり来ることはおそらくないかもしれないですけど、関西に住んでれば。僕のファンは関西人が多いんで、徳島、四国、高松行くときに行ってください。